はすごい考える力というですね、ジョン・シー・マクスウェルさんの本の中から凡を極めるという話です。このジョン・シー・マクスウェルさんが大学に行った時にですね、大学の、大学の時にですね、新入生にみんな適性検査をしたらしいんですね。で、その中で一番低かったのは何かというと、それは創造性だったと。それを聞いてですね、非常にショックを受けたと。それはなぜかというと、マクスウェルさんは聖職者になろうと思ったんですね、キリスト教の。で、聖職者になるとですね、書き物をすることも多いし、本を書く、それから週に 2,3 回はですね、話をしなきゃならない。そういう人がですね、創造性がなかったらどうするんだと、本当に愕然としたというんですね。で、生まれつきそので考えたのが、生まれつき創造性に恵まれていないのなら、他の人のですね、創造的なアイデアを発掘したらいいじゃないかというふうに思ったと。すごい、いわゆるそのどんなことか、その本をいくつも何冊も読んでですね、でそれをファイルにしていくということなんですね。で、偉大なアイデアをどんどん集めていったと。そうするとですね、どういうわけか、本を執筆するときにはですね、引用句とか逸話とか記事がね、どんどん出てくると。そのファイルから全部ピックアップできると。35年間それをやり続けたらしいんですけれども、そして、不思議なことにですね、どんどんこうやることによって自分の創造性もついてきたっていうんですね。これが非常に面白いことだったというふうに言ってます。で、この人の一歩先行くには次のアイデアを舞台の袖で待たしておけというふうに、このカウンター博士というのは言ってましたけれども、マクスウェルさんの場合はですね、アイデアはファイルの中にあって、それは舞台の袖で待ってんだと。で、常に創造的なアイデアはないかと目を光らせると、自分も創造的な考え方になってくるよというふうに言ってます。で、学ぶという語源はですね、学ぶあるいは真似るの2つある。この学ぶも真似るもですね、真似ぶも真似るも模倣することですね。で、子どもは親を真似することによって言語や表情というのを身につけていくと。で、佐々木恒さん、東レの研究所の社長をやった人ですけれども、プアなイノベーションより優れたイミテーションと言ってます。で、半端な創造性を発揮するよりもですね、他を圧倒するようなイミテーションの方がよっぽどいいと。で、本や人の話の引用も長い年月続けていくとですね、やがてそれはその人の味になってくる。それをですね、凡人には凡人の生き方が凡を極めて非凡に至るということだという話です。じゃあ今日これで終わります。